おはようございます。まず起きたら空気中の塵や猫の毛が下に落ちているので軽く掃除機をします。だいたいね、主人がやってくれてます。気候がいいのでドアを開けて外の空気を吸いながら歯と顔を洗います。とにかく鏡が汚いんですけども、ルチルがここでお水を飲むので鏡はすぐ汚れます。なのでこのタイミングで毎日軽く鏡や水回りを拭くようにしています。ガラスクリーナーとか使ってないので、こう鏡はね、ちょっと拭き跡とかついて汚いままなんですが、それは週末にガラスクリーナーで綺麗にしてます。朝のこのタイミングで必ず私に挨拶しに来てくれます。私も猫になったつもりで猫の挨拶、鼻と鼻をくっつけます。新しいタオルを取り出しセッティングして、今使ったタオルも洗濯機で回します。最近柔軟剤にはハミング消臭実感ダブルパワーを使っています。しつこい匂いの2大原因、汗も油も根本消臭してくれて香りも楽しめる柔軟剤です。これからの時期にぴったり。子供たちはクッションで自分たちの基地を作って遊んでます。ママ。そしたら食洗機の食器を片付けます。前は子供がお手伝いしてくれていましたが、今は兄弟で遊んじゃうし、習い事も宿題もあるので一人でやってます。食器棚がね、またいっぱいいっぱいになってきたので、ちょっと整理整頓する動画撮ろうかなって思ってます。子供の朝食、メイクと着替えが完成したら洗濯が出来上がっているので干します。昔からね、動画で洗濯が一番好きな家事だと言っていますが、この季節に洗濯物を干すのが本当に気持ちいいです。干しながらスプラッシュシトラスの香りが朝にぴったりで、今日も一日頑張ろうと前向きな気持ちでルンルンで干してます。皆さんは好きな家事ってありますか？楽しみを見つけると毎日なんとなくやっている家事がより一層楽しくなります。どうせやらなきゃいけないなら楽しくっていつも思っています。この香りもね、本当に私の楽しみの一つになってます。植物もね、どん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 成長する時期で、毎日この洗濯物干す時に眺めたり、水が必要だったら水あげたりしてます。この時期はね、枯れ葉を取ったりするのさえ楽しみです。
終わったら子供を幼稚園へ送ります。いかがだったでしょうか。子供を送り出すまでの最近の朝の家事はこんな感じです。朝6時に起きて9時前後の出発なので比較的時間があります。そしてお洗濯で使った柔軟剤はこちら、ハミング消臭実感ダブルパワースプラッシュシトラスの香りです。しつこい匂いの2大原因、汗も油も根本消臭ということで、これからの時期子供の靴下とかほんと臭くなるんですよね。あとは夫もスポーツをするので、そのスポーツ汗や油、加齢臭にも効きます。さらに匂いの原因である油の付着をブロックしてくれます。冬の間は子供が布団を剥ぐので暖房して寝ていて、その暖房の乾燥が気になるから加湿を兼ねて毎日夜部屋干ししていましたが、その間洗剤によっては部屋干しの匂いを感じることもあったんですが、最近こちらを使ったところ、本当に部屋干しの嫌な香り、生乾き臭がせず、むしろ寝る時までいい香りで包まれていました。これから梅雨の時期にも部屋干し増えるのですごく重宝しそうです。重たいから配達してくれると便利です。概要欄に Amazon の購入リンクを貼っておきます。最後までご視聴ありがとうございます。また次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。